このデッキ回すの世界一むずい龍です。さあ本日なんですが、オノマトデッキやっていきましょう。これ生放送を見ていただいた方だったらわかると思うんですけど、これめちゃくちゃむずいですよね。このデッキ選択肢多すぎて、盤面のちょっとまあ、新しいモンスターからご紹介していきたいんですが、まずはドドドドワーフゴゴゴグローブね。このモンスターは、自分のメインフェーズに、発動できる効果で、ガガガかズババを特殊召喚できますよ。まあこのデッキだとこれかこれかこれが特殊ができるといったところですね。で、このモンスター墓地に存在している場合、なんか蘇ってくるっていう効果ありまして、このカードが墓地に存在している場合、こいつ以外の、ドドドかゴゴゴがいる場合は、特殊召喚できる。まあだからこれかまあこれかあたりがいる場合は特殊召喚できますよっていう感じですね。で、こいつゴゴゴなんで、ドドドなんで、ドロドロドローに対応してるんですね。だから墓地に叩き落としながらドローできるっていう。まあ、これがすごい強いんで、まあ、ガン詰めです。ドロドローは。で、一ターンに1枚しかこれ発動できないんですけども、オノマトランスっていう、まあ、この、規制化、濃厚の、この最強スキルね。これ多分そのうちまあ規制入ると思うんですけども、このスキルを、使うと、こういうモンスター、こういうモンスターじゃない、こういう魔法トラップも、モンスターに変えてね、展開できるんで、まあ強いと。で、新しいエクシーズモンスター、まずですね、先行で立てれて超強いモンスターが、フォトンストリークバウンサーですね。レベル 6×2。で、フィールド上のカードの効果が発動した場合、モンスターのね、効果が発動した場合に、その発動を無効にして、相手ライフに500ポイントのダメージを与えると。まあこれ本当は1000ポイントダメージなんですけども、半分マンの、規制がかかってまして500になっていると。で、これローチ、これはねエクシーズ解説の新パックエクシーズ解説の動画で説明してるんで、詳しくはそっちをね見ていただきたいなと思うんですが、レベル5以上のモンスターの特殊召喚を無効にして破壊すると、あれです、神の宣告みたいな感じですね。魔法トラップとかモンスターの効果とかで出てくるようなモンスターは無効にできないけど、単純にシンクロ召喚とか、オルタナの効果とかレビューニアとか、ああいうのは無効にできますと。で、これ、深淵ね。深淵に潜むもの。これは墓地の効果をメタレル。墓地の、カードの効果を発動できないよっていう効果をフリーチェーンで出てますと。いうことですね。まあ、こういうのチェーンのなんかいろいろ関係があるんで、詳しくはそっちの、エクシーズモンスター解説の方の動画を見てください。で、デッドリシーン、こいつがね、漫画版のゼアルのヤグモさんっていうキャラクターが使っているデッドリシーンって滞在っていう意味で、なんか結構かっこいいモンスターなんですけども、相手のモンスターをスタンバイフェーズまで、相手のスタンバイフェーズまで除外できるよっていうモンスターなんで、初めて、ほぼ初めて、まあ、ダイアウルフいましたけど、ほぼなんかなんていうのかな、自分が攻撃できる、除去持ちのランク4です。はい、これが出たことによって結構またオノマトデッキのね、除去力が上がったかなっていう感じですね。で、あと、ホープと、ホープレイ。それから、まあ、トレミス、っていう感じのエクストラになってます。エクストラデッキが、無限に足りません。あとね、5枚くらいないとね、あと5枚はないと、オノマトデッキ完成しませんが、まあ、一応、もう苦渋の選択で、この生放送でみんなと相談して、まあ、これに落ち着きました。エクストラデッキは。はい。これ以外、ちょっと、意地ないです、今。はい。というわけで、早速ね、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。使い手に対しては結構強かったと思うんだよな。ライドです。ガンギマネ気持ちいい。あれ犯罪だろ、あれ、あのムーブ。結構俺のでも盤面強かったでしょ、あれ。あの盤面貫通されるのきついな。絆の力、オッケー。絆の力はドルフィン、それはハンデス食らねえな。まだ打点全部高えぞ。眠いせいでホープレイがホモプレイ。でもライフ1000以下になるとホモプレイしますけどね、あの人。フェリス普通は入ってないし、まあ入ってるねこともありますよね、フェリス、ね、ライトロードギミックなんて。さあリリースして、アクアドルフィンを特殊召喚していく。なるほど。おっと、アクアドルフィンキモイルカ連打か。キモイルカ連打、キモイルカ連発。さあゼンマイン、はいはいはい、それはバウンスしたれば関係ないから、あんまり関係ないですね。もうするでしょ。おお、お前もバウンスしなきゃいけないんじゃないか。めんどくせえな。お前もバウンスしなきゃいけないんかい。めんどくせえな。じゃあこれ反動によるんですけど、バウンスと除外盤面作りますか。ドロドロドロ、強いねー。強いんじゃない。まあこれでもちょっとこのドローによりますね。バウンスと
バウンスと除外、あーはいはい、いけそうっすね。スキル発動します。ですね、バウンスと除外盤面作れそうな気がします。ですね、これねマジでやばいこと起こしますね今から。とりあえずオノマトピアでしょ、でガガガシスターで、まずオノマトピアを召喚で、オノマトピアの効果とガガガシスターを特召喚で、ツバ番長を特召喚でですね、シスター効果でオノマトピアのレベルを6にしていく。でトレミスさん特殊でですね、まずトレミスさんの効果でパッてやって、ちょっとお帰りいただいて、ちょっとお帰りいただいてで番長効果トピア特殊、そうで、ここからがヤグモさんのエースモンスターの手番、これなんですよ。この高校の貫通能力、あんだけ家庭盤面をこの2体でいとも簡単に突破していくっていうね、これどう、見てるみんな、見てるこれ、見てるみんな、あの激型盤面をいとも簡単にワンキル取れてしまうんですよ。強すぎますね。あれ何ですかこれは。え、こういうことですよ。今あえて破壊耐性2回あって、あ3回か全部でモンスターに破壊耐性3回あるんですよ。あの盤面破壊耐性3回関係ないんですよ、戻して除外してればいいから。映画には深淵立つ時は間違いないって言ってたやつ誰だ、俺だろ、俺だわ、俺だったわ、ごめん。いやもうこのデッキ結構むずすぎるわ本当に。まあでもこれはなんか単独的には強そう。はいはい、ドワーフ、ドワーフシスター、番長を、いやこれダメだな、オノマトペアにしないといけないか。ドワーフ、ドワーフシスター番長、ドワーフシスター番長をで6にしてもダメだから、やっぱちょっとオノマトピアにしなきゃいけないね。これはこれは多分オノマトピアにしなければならない。オノマトピアにしてで、ってことは次の展開考えとけばいいから、なんか無限に番長しといたらいいんじゃねえか説あるねこれね。でオノマトピアで、特殊で、まあ、特殊しなくても別に自分で特殊言えばいいよ。こうだろで、こうだろ、まあでも脳死こうだな。バウンサーカイトでしょ、カイトさん、このスキルなんだろうね。カイトさん、あのフォトンとかだとちょっと嫌だね。フォトンとかだと嫌なんだけど、ただ墓地効果なんか使わなそうなイメージあるから、まあローチしかないよね多分。あ、あでもローチしかないよな、これローチしかないだろ、これローチがねえだろ、こうだ、こうしてこうだ、これで今ローチとバウンサーでモンスター効果向こうと特殊効果向こうだ。本当か、いや分からん、これどうすればいいんだわからねえな。まあでもバウンサーは多分ギャラクシーを止めればいいから、でフォトンだった場合だけどね。はい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 、ああなるほどね、そういう感じね、あそういう感じね、あそんなに伏せる、そんな伏せちゃう、そんなに伏せちゃいます。ああなるほど、コズミックサイクロン来ましたけど、これ何入れていいか全然わかんないですよこれね。何入れたいのこれ、ちょわかんな、わかんねえから真ん中の子マジでわかんないのこれね、これなんだろうね。はあ、まあ、番長召喚して
まあワンキル取りに行く施設ですよね、これね。これなんだろうね、これね。ちょ全然わかんないけどね、これね。とりあえずでもこいつら強いっていうのはあれだけどね、あるけどね。底なしか、はあ、なるほど。底なしはしゃあないか。それはもう甘んじて受け入れる。ってことは、どちらかでも、まあ、こっちから行こうか。さあ、なんでしょうか。そのセカードは、とりあえず、カナディアー、カナディアー、カナディアー。これ、伏せカード何だと思う、みんな。伏せカード何かな、伏せカード何かな、これ。みんな、このデッキ。わかんないんだけど、これ殴んの怖くね？これなんか殴んの怖い気すんね。これなんか一回ほっといてみる説あるね、これね。ワン。太鼓とかって嫌だもんね。確かに。太鼓とかあったら嫌だ。これちょっと一回ちょっとほっといてみよう。どうすんだろう。まあ、ちょっとフォトンストリックバウンサー裏側にしたと痛いが。あまりにも怖いこの伏せカード。さあカイト選手、一体このモンスターは何なんでしょうか。怖すぎて殴れません、私は。一応特殊召喚一回なんか止めれるんで、まあシンクロ召喚とかそういう系は止めれますけど、やっぱ魔法カードとかトラップカードで出てくるモンスター多いですからね。こうから出てくるモンスター、さっきのあのレードル出てくるようなあれとかも、助け、うわ助けると殴っとけばよかった。それはさすがに、殴っとけばよかったやつだそれ。あ、それレベル上昇ダッキー、あー、分からせれる、分からせれるぞ、分からせれるぞ、分からせれる、来た、分からせれる、くたばれー、ボケが、くたばれー、よーし、活躍したローチさん、ナイスローチさん、ローチさんナイス、ナイスローチさん、なあさすがローチさん、ローチさん。さあお相手の方、西尾拓磨選手、よろしくお願いします。ルール3倍。いやあのね、マジでこのデッキめちゃくちゃ難くて回すのすげえ大変。これは結構強いですね。これは結構強い。この場合はですね、だんだん覚えてきたんだけど、バウンサーと、まあ、深淵もしくはローチっていう盤面が作れるかな。で、番長でしょ。これでね、全部で、4体分供給できるんで、オノマトピア召喚、オノマトピア効果で、シスターを特殊召喚。これね、脳死でね、回せるようになってきたら結構強いと思うね。相手のデッキ、このデッキだったらこのモンスターみたいな感じで、なんか分かってくると多分いけると思う。で、これは、まあ多分ちょっと絶対運命力的なこと言ってなかったんで、ちょっとなんかよくわかんないんで、ちょっとわかんないんですけども、とりあえずわかんなかったら、わかんなかったらこの盤面みたいになるんですよ。今から作ります。で、こうして、俺はどっちもいいな。で、ゴキブリ。ゴキブリ、ゴキブリですね。これで今この盤面がどういうことになってるかっていうと、相手のモンスターの効果、フィールド上でね、発動するモンスターの効果を一回無効にするっていう効果と、特殊召喚を一回無効にするよという効果を持ってますね。はい、とりあえずこれ作った時はまあ間違いないかなって言ったところ。さあ西尾拓磨選手、あ、ネオスフュージョンは止めらんないんだよ。ネオスフュージョンマジでそれ卑怯だろ。その魔法カードとさ、いやしかもこいつムーンライト入ってんじゃん、やばい。いやふざけんなよ、マジふざけんなよ。魔法止めるやつ欲しいな、なんか。え、それはやばくない？これ確かさ、バーンダメージでしょ？これやばいわ。分かった、そういうことか。フォトンストリークバウンサーの効果で無効すればいいんだ。これ無効。これ無効で、こいつはただのバニラ。2200バニラ。オッケー。よしよしよし、あぶねえ。いや、でもこれ返せんのが、1900だぞ、こいつ。ゴキブリ1900しかねえんだよ、だって。2300くらいあれ。1200のダメージを食らっていく。ドロッ、あー、ドワーフ、ドワーフ意味ねえな、ドワーフ、ドワーフ意味ねえな、ドワーフ意味ねえな。
これねトップ引きドワーフめっちゃ弱いんだよね。トップ引きドワーフめっちゃ弱くてカード1枚セットしてターン終了していく。あのね後から引いて強いねジャイアントとかを増やしたいみたいな気持ちもあるんだよね正直ちょっとね。でハングドマン、どんだけハングドマンする。やばいやばい、いや昼夜の大火事半減してる暇あったらこいつのバンダメージ半減しろよ。